新しいゴミ箱をトラックから降ろし市民に配給しようとしている笑顔の作業員2009年7月1日イラク・バスラで撮影ゴミ収集作業員は公営内市市営の事業体に雇用されてゴミやリサイクル資源などを一般住宅、商工業などの事業所、その他の集積場から収集して 運び出し、廃棄物処理や埋め立て処分が行われる場所へと運搬する人物。この業務に特化したゴミ収集者には様々な自動作業の機能がついているが収集や運搬の時間を圧縮するため、またゴミがこぼれ落ちてしまうことを避けるためにはゴミ収集作業員の助けを要する。ゴミやリサイクル資源の収集という仕事は肉体的も厳しい上、作業員は 数多くの業務上の危険に直面することがある。日本ではゴミ収集を自治体が直営で行う場合と民間業者に委託する場合があり、ゴミ収集作業員は公務員であることも民間企業の従業員であることもある。重い粗大ゴミを運ぶ場合などもあり、力仕事の面が強いため、日本では99%男性の職場とされる。作業員は 地区やゴミの種類ごとに2から3人のチームを組み、ゴミ収集車に乗り込んで収集に当たり、1日に70件ほど、収集車5から6台分のゴミを収集する。通常は、昼間の仕事であるが、地域の事情によっては、例外的に深夜、早朝、休日にゴミ収集が行われることもある。また、場合によっては、死にや動物の死体の収集に当たることもある。 ドイツのハノーファーなどでは清掃公社がゴミ収集をしている。ハノーファーではゴミ処理に税金は使われておらず、すべて住民から公社に支払われたゴミ処理費で賄われている。アメリカ合衆国においてゴミ収集作業員は統計上最も危険な仕事の一つであり、場合によっては警察業務よりも危険とされることもあるが、商業的漁業や牧場、 農場の仕事に比べれば危険性は低い。業務上、直面する危険には、ゴミの中に入っている刃物や割れた、ガラス、注射器など、医療廃棄物のバイオハザード、化学損傷を引き起こす、化学物質、詰めすぎたゴミ箱からの落下物、ゴミに含まれている、病原体、石綿、犬による攻撃や害獣、粉塵、煙、有毒ガスの吸引、悪天候、 交通事故、体調不良を引き起こすほどひどい悪臭などがある。開発途上国におけるゴミ収集は、通常のゴミ収集作業者がやってくる前に、ゴミのリサイクルや修理販売で生計を立てるエースとピッカーたちによって、済まされてしまうこともある。インドでボトリーイコールワラと呼ばれる、印刷物や、瓶類のリサイクル業者、エジプトにおけるザバリーンなどの社会集団、映画、 ホーリングに描かれたブラジルのチップを受け取ってゴミを引き取る集団などはそうした例である。日本語ではゴミ収集作業員の他にもゴミ収集作業員といった表記や人海収集作業員あるいは単に収集作業員といった表現が用いられることがある。英語ではウェイストコレクターがゴミ収集作業員を意味する表現だがこの他にも地域によって様々な交互表現がある。 ありがとうございます。